今日もハードオフに行ってみるか。あ、でも1000円しか持ってないや。まあ、いっか。ウーンラでオントジーフォースのジャンクが1000円か。実際どっちがいいんだろう。1000円しかないし、困ったな。はい、皆さんこんにちは。今回もですね、ちょっとグラボを2枚ほどジャンクで買ってきてしまいました。でね、この右側にあるやつが NVIDIA の GTX の560ですね。で、左側が、Radeon の HD5850、 ともに、ジャンク品で1080円でした。はい、ってことで、どっちを買うかっていうのね、悩むと思うんですけど、まあ自分2つ買ってきちゃったんであれなんですけど、まあ、実際のところね、どっちを買った方がいいのかっていうのをちょっと検証したいと思います。まあ好みがあるんで、 NVIDIA 派の人も多いでしょうし、まあ Radeon 派の人も多いでしょうし、あんまり気にしないよっていう人もね、いると思うんでね、まあだいたいジャンクで今出回ってんのこの辺のクラスだと思うんですけど、実際どっちをね使った方が、まあ、ゲームとかねいいのかっていうのをちょっとね、軽くベンチマークを回して、比べていきたいと思います。まあいろんな環境がね、 CPU とかマザーボとか、まあ、メモリのスピードとかね違うと思うんで、一概に結果がまあそんなもんだってことはね言えないと思うんですけど、まあ、ちょっとね自分の環境で試して、実際1080円で買うんだったらどっちが得かっていうのをちょっと試したいと思います。はい、で今回検証に使うマザボがこの後ろにあるんですけど、これがね、なんだっけな、 Core i7 の870を搭載してるやつかな、 P55 チップセットのやつです。でメモリは中途半端なんですけど、ちょっと6ギガ、ちょっと見つからなかったんで、適当に DDR3 なってやつ全部ぶっ込んだら6ギガになりました。はい、では、実際ねどっちがいいのかっていうのをベンチマークを回して検証していきたいと思います。まあ共にジャンク品なんで、まあ、動くだけでも、まあ、いいと思うんですけど、まあ、動くだけでもじゃあねあれなんで、まあ、実際はどっちだっていうのを検証していきたいと思います。それでは、ベンチマークをご覧ください。